本日は JR 北上線にご乗車いただき誠にありがとうございます。この列車は江釣子駅を出発し、3分後に藤根駅へ到着します。藤根駅がある和賀地区は昔から民族芸能鬼剣舞が伝わっており、その発祥の地とも言われています。鬼剣舞とは、鬼のようにいかめしい顔をした仏の面をつけて大地を踏みしめるように舞い、悪霊退散と五穀豊穣を願う民族芸能で、令和4年11月にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。また我が地区には鬼剣舞の鬼にちなんだ博物館鬼の館があり、鬼剣舞の解説はもちろん、日本や世界の鬼について展示と解説を行っています。さらに鬼の館では鬼剣舞を中心とした芸能公演を定期的に開催しています。お囃子の音色に合わせ、刀や扇を翻しながら勇壮に踊る姿は、見る人の心を捉えて離しません。さあ、このまま列車は藤根駅へと向かってまいります。日常にある絶景を望むザ・ローカルな北上線の旅、どうぞお楽しみください。